じゃじゃん、この子が帰ってきました。ちょっと知らない間に急にいなくなっちゃった。あの子とはまた別の子です。アルファードじゃなくて、そうです、今回はベース車ベルハイアで LM ルックにカスタムしたものが完成いたしました。はい、でこれ多分カメラを通すと分かりづらいとは思うんですけれども、ベルファイアのお色はこれ何色でしたっけ。こちらバーニングブラッククリスタルシャインガラスフレークになってます。はい、必殺技みたいな色の名前なんですけど、なんていうんですかね、この光の当たり具合でちょっと紫っぽく見えたり、ラメが緑っぽく見える部分もある。それはないか。この子はもうこの撮影動画終わり次第すぐ車高調とホイールを組んで、またさらにいかつかっこよくなる予定ですね。で今ベース車ベルファイアということをお話ししたと思うんですけど、30の前期です。金額を抑えてカスタムを行っております。はい、じゃあアルファードの LM 撮られたやつって800万とかだったんですけど、はい、それよりはかなりお安く、なるほど、はい、お客様のもとにご提供できるかと思います。コスパ LM で、現車ベルファイアってヘッドライトがでっかくてこれくらい幅があるのかな、でこうぐるーっとここまで回ってきてるので、アルファードとベルファイアのフェンダーの形が違うんですね。なのでこの車両は30前期のアルファードのフェンダーがここについてます。なのでこのミラーもアルファードのものを取り寄せてつけてます。LM 化キットって結構売られてると思うんですけど、アルファードだったらそのままこう移植ができる、ね、そうですね。ベルファイアだとまたちょっと付属のパーツが必要になる、フェンダーが必要になる、はい、あとこのアルファードと同じようにこのボンネットも延長なので全長が5センチくらい長くなってます。はい、こちらのレクサス LM 化キット、前回と同じく社外のもので作っているので、こういったものにレクサスというロゴは一切入らないものになっております。なので社外のものはかなりコスパはいいです。で前回このベルファイアが納車された時、野宮整備士が言ってたんですけど、ムーンルーフ、あれ私調べたんですよ、サンルーフムーンルーフの違い、なんかどっかメーカーとの差別化みたいです。結局ものは一緒。はい、じゃあ深い意味はない、月を見るか太陽を見るかみたいな。いやいやいや、だって雨か晴れかじゃないじゃないですか、どっちかの夜は昼間ですからね。どっちかの夜は昼、結局空を見るみたいな。ああ、まあ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 、でしょ、いつ見ても空は、そうそうそう、うん、それが太陽なのか月なのかって話でしょ。なるほど。納得してないけど。納得してない。はい、はい、ということでですね、今カメラには映ってないんですけれども、車庫帳今から組みますよのメカニックがもうこっちを見てます。早く動画終わらせろよみたいな。ということなので、もう車庫帳とアルミ入ったらまた動画を上げますので、次回の動画をお楽しみに。またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。